閣議の概要について申し上げます。一般案件等2件、法律案、政令、人事が決定されました。大臣発言として総務大臣から消費者物価指数についてご発言がありました。私からは以上でございます。共同通信の上田です。ウクライナ情勢についてお伺いします。総理は昨日の記者会見で、在留邦人の保護のため近隣国にチャーター機を手配する考えを示しました。具体的にいつ、どのようなタイミングで手配する方針なのかお伺いします。合わせて最新の在留邦人の人数と現在のウクライナ情勢の認識も教えてください。まず在留邦人保護についてでございますが、退避を希望する邦人が速やかに安全な場所に移動できることが今何よりも重要であります。引き続き退避の呼びかけを継続するとともに、政府としてあらゆる事態に適切に対応できるよう、近隣国においてチャーター機の手配などさまざまな準備を行っているところであります。在留邦人数は2月17日時点で約120名であります。関連して伺います。そのウクライナ情勢についてなんですけれども、ロシア外務省は昨日、侵攻の計画もないなどとして軍事侵攻する意図を改めて否定した一方、アメリカのバイデン大統領は軍事侵攻の可能性について数日中にも起こると思うと強い警戒感を示しています。このロシア側の発表に対する政府としての受け止めと日本政府としての立場、また今後の政府対応について伺います。ウクライナをめぐる情勢は欧州にとどまらず、アジアを含む国際社会の秩序に関わる問題として、我が国は重大な懸念を持って注視をしてきています。さまざまな外交努力が続けられているものの、引き続き予断を許さない状況であります。こうした中で今週、岸田総理もウクライナおよびロシアとそれぞれと首脳会談を行い、緊張緩和に向けた日本としての外交努力を行っています。私も同席をいたしました昨日の日露首脳電話会談では、岸田総理からプーチン大統領に対し、力による一方的な現状変更ではなく、外交交渉により関係国にとって受け入れられる解決方法を追求すべきである旨働きかけをいたしました。我が国としてはロシアやウクライナに対するものも含め、さまざまなレベルで緊張緩和に向けた粘り強い外交努力を続けていく考えであり、また G7 をはじめとする国際社会と連携し、実際の状況に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。時事通信の黒子と申します。先ほど長官からも言及のありました昨夜の日露電話首脳会談についてお伺いいたします。長官をはじめ政府はですね、ウクライナ情勢に関する質問などの際に、日本としてはウクライナの主権と領土の一体性を一貫して支持しているとい繰り返し強調されてきました。岸田総理は昨日のプーチン大統領との電話会談の際に、主権と領土の一体性を支持するとの立場を伝えたのか伺います。伝えられていなかった場合、日本政府としてどういった外交的意図でこうした政府の基本的立場を伝えなかったのか理由をお尋ねします。よろしくお願いいたします。我が国としてはウクライナの主権と領土の一体性を一貫して支持をしています。こうした立場のもと、昨晩行われました日露首脳会談では、岸田総理からプーチン大統領に対し、ウクライナ情勢について重大な懸念を持って注視している、力による一方的な現状変更ではなく、外交交渉により関係国にとって受け入れられる解決方法を追求すべきである旨働きかけを行ったところであります。またプーチン大統領からロシア側の立場について説明がなされたのに対し、岸田総理から外交的な努力により問題を解決することの必要性を重ねて強調いたしました。これ以上の会談の詳細についてはお答えを差し控えさせていただきますが、ウクライナをめぐる情勢については引き続き重大な懸念を持って注視をし、緊張緩和に向けた粘り強い外交努力を続けていく考えであります。 G7 をはじめとする国際社会と連携し、実際の状況に応じて適切に対応していく考えであります。TBS テレビ森川です。ウクライナ情勢の関連でお伺いいたします。自民党の高市政調会長は今週、林外務大臣がロシアの経済発展大臣と日露経済協力の協議を実施したことについて、
緊迫化するウクライナ情勢を念頭にですね、G7 の結束を乱そうとするロシアを利するのではないか、大変強い懸念を覚えたなどと批判的な発言を行いました。高市氏の発言への受け止めとですね、日露経済協議に対する政府の見解をお伺いいたします。与党幹部の発言の一つ一つにコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。ウクライナをめぐる情勢については、先ほども申し上げましたとおり、我が国としても重大な懸念を持って、注視をしており、我が国としてロシアに対して緊張を緩和をし、外交的解決を追求するよう求めてきています。15日に開催された日露政府間委員会共同議長官会合でも、林大臣からレシェトニコフ大臣に対してそのような我が国の立場を伝えたところであります。こうした働きかけも踏まえ、さらにこれも先ほど申し上げましたとおり、昨夜日露首脳電話会談において、岸田総理からプーチン大統領に直接働きかけたところであります。引き続きさまざまなレベルで緊張の緩和に向けてロシアへの働きかけを継続をしつつ、米国をはじめとする関係国と連携しながら適切に対応してまいります。 NHK の古垣です。話題変わりまして、消費者物価指数について伺います。今日発表された先月の指数はエネルギーで41年ぶりの大幅な上昇となるなど、5ヶ月連続で上昇しました。受け止めについて伺います。また政府はデフレからの脱却を掲げている一方で、このところの相次ぐ食品や光熱費などの値上げについては、世論調査でも7割以上の人が家計に影響していると答えるなど、国民生活への影響も指摘されています。政府としてどのように取り組んでいくかも併せて伺います。本日公表をされた1月分の消費者物価指数は、総合で前年比 0.5% の上昇、生鮮食品を除く総合で前年比 0.2% の上昇となりました。これは引き続き原油価格高騰を背景に、電気代やガソリンなどのエネルギー価格が上昇したことなどによるものであると考えています。原油価格高騰については、これまでも激変緩和措置や業界業種ごとへの支援、地方自治体が独自に支援する際に国としてしっかり財源を支援していく仕組みといったさまざまな対策を重層的に講じているところであります。その上で、昨日の会見で総理がおっしゃったように、エネルギー価格が高止まりをし、そして将来も不透明である中で、これまでの支援策の検証を踏まえつつ、これに何を加えるべきか、何を改良すべきか、私が議長を務める原油価格高騰に関する関係閣僚会合において議論を進め、具体的な対応策を用意をしていく考えであります。同時に物価が上昇する中、賃上げが重要であり、賃上げ促進税制やものづくり補助金など各種補助金における賃上げを行う企業への優先的な取り扱い、政府調達における賃上げに積極的な企業の優遇、中小企業の下請け取引の適正化などあらゆる施策を総動員をし、企業が賃上げしようと思える環境を作っていく考えであります。朝日新聞の西村です。今ほど長官のご発言の中であった原油高騰対策についてお伺いします。自民党の高市政調会長が昨日、ガソリンの元売りに補助金を出している激変緩和事業について、今年度の予備費を活用して上限25円まで拡充すべきという趣旨の発言をされました。実際に今の対策は上限リッター5円で3月末までというのを想定した予算になっているかと思うんですけれども、政府としてその今後の対策の追加や拡充の財源としての その予備費の活用をどのように考慮してますでしょうか。教えてください。自民党においては原油価格高騰への対応策の提言についてまさに議論が進められているところと承知をしています。政府としては原油価格高騰を受けて、これまでも激変緩和措置や業界業種ごとの支援、灯油購入費用も含めて地方自治体が独自に支援する際に国としてしっかり財源を支援していく仕組みといったさまざまな対策を重層的に講じているところであります。その上で、先ほどの繰り返しになりますが、昨日の会見で総理がおっしゃったように、
エネルギー価格が高止まりをし、そして将来も不透明である中、これまでの支援策の検証を踏まえつつ、私が議長を務める原油価格高騰に関する関係閣僚会合において議論を進め、具体的な対応策を用意をしていく考えであります。 TBS テレビ森田です。今ご説明があった原油高騰対策の関連でお伺いするんですが、自民党側は近くですね、取りまとめた緊急提言案を、政府に申し入れる、方針を明らかにしておりますが、今後与党側とのですね、協議をどのように進められるのか方針をお伺いいたします。自民党の提言については、まさに議論が進められている最中であると承知していますが、与党ともしっかり連携をしながら具体的な対応策を用意していきたいと考えております。日本テレビ高山です。話題変わります。オミクロン株の新たな種類 BA.2 への対策についてお伺いいたします。東京都は BA.2 いわゆるステルスオミクロンの市中感染が都内で初めて確認されたと発表されました。感染拡大に備えて政府がすでに実施している対策や今後の実施を検討している対策などがあれば教えてください。オミクロン株のうち BA.2 系統については、直近の厚生労働省のアドバイザリーボードにおいて、今のところその兆候は見られないが、今後 BA.2 系統に置き換わることで再度増加に転じる可能性に注意が必要と指摘がされています。オミクロン株への対応にあたっては、昨年11月に取りまとめた全体像で準備をしてきた保健医療体制をしっかりと稼働させていくことを基本とし、加えてワクチンや検査治療薬といった予防発見早期治療の流れを強化していくことが重要であると考えています。具体的な対策として、高齢者施設の入所者従事者への3回目接種や感染対策の強化に取り組むとともに、入院患者の確実な受け入れにさらに万全を期すため、国と東京都や大阪府が協力をして、合計約1000床の臨時の医療施設を新たに増設することとしています。さらにワクチンの3回目接種について、安定的に1日100万回以上が達成されるよう、自治体での接種に加えて職域接種も推進をしていく考えであります。引き続きオミクロン株に関する知見の集積を図りつつ、感染状況など事態の変化に適時果断に対応していく考えであります。コロナの関連で伺います。まん延防止等重点措置について伺います。大阪など17道府県は来月6日まで延長する一方で、沖縄など5県は解除することを今日専門家に諮った上で正式に決定することになると思います。どのような効果を期待するか、また昨日発表された1日の死者数はこれまでで最も多くなるなど、現状は厳しい状況が続いているかと思います。政府としてはどのようにコロナ対策に取り組んでいくか伺います。全国の感染状況については、専門家から新規感染者数は減少の動きが見られるが、療養者数や重症者及び死亡者の数の増加が継続をしているとの評価がなされており、感染の状況だけでなく今後の医療逼迫の状況を注視することが必要と認識をしています。これまで重点措置区域においては、マスクをつけずに大声で会話をするなど、リスクの高い場面での人数制限などが有効であるとの専門家の指摘を踏まえ、飲食店の時短要請とメリハリのある行動制限を実施をしてきたところであります。また学校、保健所、高齢者施設等におけるオミクロン株の感染拡大への対策強化を徹底するとともに、今般医療や高齢者施設等の対応力をさらに強化するため、自宅療養者への対応の強化、転院や緊急搬送受け入れの促進、高齢者施設における医療体制の強化などに引き続き取り組むこととしています。これらに関する基本的対処方針の変更について、本日の基本的対処方針分科会にお諮りをする予定であります。政府としてはこうした対策の効果も含め、引き続き感染状況や医療の逼迫の度合い等について注視をしつつ、
決して楽観視することなく、知事や専門家と緊密に連携をして対応してまいりたいと考えております。朝日新聞の西村です。今お話しあったまん延防止重点措置の延長についてお伺いします。延長幅についての確認なんですけれども、これまでは対策の効果を見る2週間プラス改善傾向が続くかを見る1週間ということで3週間の幅でやってきましたが、今回2週間とした政府方針を決めた根拠は何でしょうか。今ご発言であった BA2 の例えば置き換わりで再度増える可能性に言及されてましたけれども、専門家からはその重症者数はピークアウトした後も高止まるという指摘もある中で、その2週間で十分だとお考えになる根拠を教えてください。国民の皆様のこれまでのご協力により、足元では全国的にオミクロン株の感染拡大のペースが落ち着き始めており、今般延長を考えている大阪府など17道府県においても直近1週間の新規感染者数がその前の週を下回っています。まん延防止等重点措置の期間について感染拡大の局面においては、重点措置の効果が発現するまでの期間として2週間、その効果を確認するための期間として1週間の計3週間程度としてきました。一方、今回はこれまで講じてきた措置の効果もあり、専門家から感染拡大のピークを過ぎ、新規感染者数も減少傾向となっているとの指摘があることから、感染状況や医療への負荷の低下傾向を確認するため2週間後の3月6日まで延長することについて分科会にお諮りをする予定であります。産経新聞の中村です。よろしくお願いいたします。日韓関係についてお伺いいたします。韓国が不法占拠している竹島の返還を求める竹島の日の式典が22日に島根県で開催される予定です。政府側から9年連続で選挙の出席が続いておりますが、県などは不法占拠に対して毅然とした態度を示すという観点から関係閣僚の出席を求め続けています。政府は出席者についてどのような位置づけをされていますでしょうか。また今回の式典で閣僚の出席を検討されますでしょうか。見通しをお聞かせください。2月22日に島根県で開催される竹島の日記念式典については、政府内で諸般の情勢を踏まえて検討した結果、政府から小寺政務官が出席をすることとなったものであります。よろしいでしょうか。